皆さん、こんにちは。突然の離婚発表が世間を騒がせ続ける羽生結弦さん。羽生さんは離婚についてマスコミなどの強引な取材、自身や妻への誹謗中傷が原因と説明していますが、どうやら元妻の末延真由子さんの過去も離婚原因の一つのようなんです。一体どういうことなのでしょうか。今回は末延真由子さんの過去について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。今年8月4日の午後11時11分に結婚を発表した羽生さん。羽生さんは昨年3月、地元仙台市の緑豊かな地に立つオークションの最上階を2部屋並びで購入しており、その新居で羽生さんは朝優子さんと新婚生活をスタートさせていました。当初お相手は明かされていなかったものの、妻末延真由子さんの地元の山口県の新聞社が実名で報じたことで世間に明るみになりました。しかし羽生さんは末延さんを徹底して隠し続け、マンションの住人の誰一人羽生さんが末延さんと連れ立って歩く姿を見かけておらず、羽生さんの祖母や親戚さえも結婚について何も聞かされていなかったのです。羽生さん夫妻は共に習い事に打ち込み、そのスパルタ教育で実力を培ってきました。そういった部分も分かり合える二人だからこそ結婚に至ったのだと思います。しかし11月17日の深夜、 X で互いを心から尊敬し大切にしていく覚悟を持って結婚いたしました。それぞれを守るために様々なことを考えながら共に乗り越え過ごしてきましたと振り返り、重大な決意を綴っていました。現在様々なメディア媒体で末延さん、そのご親族や関係者の方々に対して、そして羽生さんの親族関係者に対しても誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道がなされてるそうで、生活空間においても不審な車や人物に徘徊されることや突然声をかけられることもあるようです。私たちは共に思い悩みながらも、このような事態から互いを何とか守っていけるように努めてきましたと結婚発表以降、様々な場面でプライバシーを脅かされる事態に直面していたことを羽生さんは明かしていました。妻を知られぬよう親戚一同にまで隠し通した結婚。しかし二人の結婚生活は世間に知れ渡ることとなり、過激さは増していきました。これまでの経緯から、しかし私が未熟であるがゆえに現状のままお相手と私自身を守り続けることは極めて難しく耐え難いものでした。このような状況が続いていく可能性と、一時改善されたとしても再びこのような状況になってしまう可能性がある中で、これからの未来を考えた時、お相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから離婚するという決断をいたしましたと報告しました。幸せをつかんだ28歳のフィギュア界のシンボルに降りかかった悲劇。ずっとフィギュアをやってきて幸せな家庭を築く、これ以上にない幸せだったはずです。結婚生活はわずか3ヶ月、交際期間を含めば2人でいた時間は多かったことでしょう。羽生さんの悲痛な叫びに多くのファンがマスコミ批判を繰り返し、ストーカーまがいの行動をする一部のファンを非難しました。その一方で、離婚以外に方法はなかったのか、奥さんがかわいそうといった逆風も吹き始めたのです。結婚発表以降もアイスショーや毎晩深夜のスケートリンクでの練習の帯同は両親と姉だけ。末延さんが母親をはじめとする羽生さんの家族とうまくいっていなかったとの報道もあり、離婚の真相についても取り沙汰され続けています。公人でも私人でも離婚の理由が公表することと異なることはよくあることです。現在の羽生さんへの逆風は、お相手を守れないため離婚するという理由に違和感を覚えた人が少なくなかったということに起因するのではないでしょうか。離婚理由は様々囁かれていますが、この105日間の結婚生活で羽生さんサイドにとって予期せぬことが多々起こったことは間違いないと思われます。当初羽生さんは末延さんを一般の方と説明していたのですが、
末延さんの地元紙が実名報道すると、一転して末延さんに関するさまざまな情報が報じられ、インターネット上に末延さんの経歴に関する報道や目撃談があふれました。その中には、あるメディアが末延さんと某大物ミュージシャンの恋愛情報に関して取材していたことや、彼女の昔の恋愛話、若い頃のギャル風ファッション姿の写真など、バイオリニストとしての華麗な経歴とともに過去に関する多くの情報が流れたのです。末延さんは結婚前に自身の SNS を全て削除するなど対策はしていたようですが、羽生さんにとって末延さんの恋愛情報は初耳のこともあったでしょう。こういう想定外も離婚の理由の一つではないかと見られています。その大物アーティストというのが XJAPAN の YOSHIKI さんであると言われています。2017年に末延さんは YOSHIKI さんと共演しています。 YOSHIKI さんはジャズピアノを弾いていた父親の影響で、4歳の時にピアノを始めていますが、末延さんがバイオリンを始めたのも4歳でした。 YOSHIKI さんはクラシックピアノを与えられたことで、特にクラシックに造詣が深く、末延さんとの共演では通じ合うものがあったのでしょう。末延朝優子と YOSHIKI さんは2019年に富山県で開催されたファンタジーゴンアイスで共演していますが、末延さんはもともと音楽協会では高い評価を受けるプロミュージシャンとして有名でした。古立プロジェクトに所属し、妖艶な姿で髪を振り乱す演奏スタイルが話題となっていました。クラシックだけでなく、ポップスやロックのジャンルでも活躍していました。そのため大物ミュージシャンとのコラボも数多く、 YOSHIKI さんや相川七瀬さん、そして矢沢永吉さんの全国ツアーにも帯同しています。矢沢さんからは、君は今までどこに隠れていたんだという末延さんを絶賛する逸話もあるほどです。結婚後に初めてお相手の過去を知るケースは一般でも少なくはない。酔うは結婚後に起こった全てが羽生さんにとって許容できるものではなかったということなのかもしれません。食や健康管理を含めた私生活から競技に至るまで超完璧主義で通してきた羽生さんにとっては、結婚相手の素性が露呈したこと、さらに自分が知らなかった話まで含まれていたことなど、全てが想定外だったのでしょう。聞いている限り末延さんは真面目な方で、所属していた芸能事務所も辞めて表舞台から退くなど、結婚するにあたりできることはやっていた印象でしたが、ただ離婚については夫婦が納得しているのであれば、周囲がとやかく言うことではないのかもしれません。あまりにも徹底された家庭環境でフィギュアに取り組んできた羽生さんにとって、末延さんの過去の経歴は刺激が強すぎたのかもしれません。これからの二人に幸せが訪れることを祈りましょう。いかがでしたか？今回は末延真由子さんの過去についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。